の？なんだよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行方不明ってマジだったのな。なーに人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが。逮捕すんぞこれ。おーい、しょげてたってしょうがねえだろ。気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ。そのうちフラッと戻ってくるさ。にしてもお前だけとは想定外だったぜ。ああどうすっかな。うぜえ、なんかすげえうぜえ。まあへこんでるよかマシだけどな。しょうがねえ、お前でいっか。あたしも手が回んねえし。いや、ちと訳ありを拾っちまってよ。ねえ、もういい？あ、もういいぞ。出てきな。わーい。僕、ロッパモン。よろしく。ねえ、この人？僕の相談に乗ってくれるのって。こいつが依頼しちゃった。人探し、いやデジモン探しを頼みたいんだとさ。だから迷子になっちゃって。お願い、トコモンを探すのを手伝ってよ。町でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、放っておくわけにはいかねえし。で、思いついたのがお前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件得意だろ。今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。私ら警察もどう対応していいんだかはっきりしねえ。なのに偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別に暴れるでもないし。それに かわいいじゃねえか。ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。ともかくな、デジモンだからってこんなやつをむやみにとっちめるのも柄じゃねえし、害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。ごめんね、デジモンにもいろんなのがいるんだ。おとなしいのとか暴れるのとか。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。それより後で耳触らせろや。何モフモフさせてんだこら。気持ちよさそうじゃねえか。とにかく私は又吉さんとこに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから、最後までちゃんと面倒見てくれよ。分かったな。人間だろうがデジモンだろうが、依頼者は依頼者だ。いやも王もないだろう。安心したぜ。じゃああと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら容赦しねえからな。ああそうだ、
又吉さんから伝えとけって言われたんだ。お前のダチの新ただっけか、あいつの逮捕状が正式に発行された。つまり晴れて全国指名手配ってことだな。頭の固い上層部の連中はあの新たってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ、又吉さんすんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持ちやしない。あいつが逃げたせいでさらに怪しまれちまったし。まあ心配すんなって、又吉さんが動いてくれてんだ、絶対悪いようにはなんねえよ。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒を見てくれてさ。お前らなんか事情があったんだろ。安心しな、又吉さんはそういうやつのことを見捨てたりしねえよ。じゃあな、このチビのことよろしく頼むな。君の友達も迷子なの？じゃあ一緒に探そう、きっと見つかるよ。よし、そうと決まったら友達探しに出発進行。
なるほど、それでこの子のお友達を探してあげてるってわけね。さすがね、グッジョブ。それでこそ我がリベリオンズの特別顧問なだけあるわ。え、それを言うなら顧問だって。
そんなことどうでもいいの。私も友達探し協力するよ。我がリベリオンズのモットーはノーデジモンノーライフ。そうよ、デジタルワールドに行こう。だもん、こんな可愛いデジモン放っておけないって。私は現実世界で情報を集める。君はエデンでこの子の友達について調べてね。オーケー、それじゃあ聞き込みストラッチュワその懐かれてしまって。あれあれあれ、うきゅ、あー、トコモンだ。キュキュラップマン。あの子を探してここに。エデンの見回りをしていたら隅で震えていたのでちょっと困ってたんです。え、見回りって何かって？実はエデンの点検をしていたんです。神城は今人手不足で、私ができること、どんな小さなことでもやりたくって。
それと実は今リエさんのやってきたことを明るみに出すために動いているんです。真犯人が岸辺リエ、いえロードナイトモンだと世間が分かってくれれば新田さんの疑いもきっと晴れます。そのためにリエさんに追い出された役員たちに戻ってきてもらっているんです。彼らの力を借りてリエさんが隠蔽してきた様々な情報を世間に公表して再び新しいエデンを作り直します。今回のエデンの早急な復旧も彼らの協力があってこそです。人数は少ないですが優秀な方々が揃ってますから。東京は今デジモンの出現でとても混乱してます。だからこそ情報伝達の要たるエデンネットワークがしっかりしていないといけないんです。フェイも手伝ってくれています。私がリエさんを追っている間は彼女がエデンを守ってくれるはずです。探偵さん、お姉さん、ありがとう。ありがとう。父の作ったエデンが多くのものを奪ってしまいました。でもエデンの本来の姿はこうではなかったはず。人と人をつなげ、デジモンとデジモンをつなげ、人とデジモンをつなげる。これからのエデンはそんな場所にしてみせます。必ず。何か進展があったら教えてください。協力を惜しむつもりはありません。ダメだった。渋谷では目撃情報ナッシング。どうしようかな。え、もう見つけたって。よかった。っていうかやるじゃん、このこの。さすが本職、プロフェッショナルぶりがプロジェクトずっとバリみたいな。よし、それじゃあ事務所で合流しよう。いやあ、ほんと見つかってよかった。ゆうこっちのところにいたんだって。お姉ちゃんも探してくれてありがとう。ありがとう。うん、良きに計らいなのじゃ。リベリオンズは迷えるコデジモンたちの味方なのじゃ。ところで君たち、ちゃんとお家はあるの？元いた世界に帰れるの？僕たち、ちょっと前に開いてお空に大きな穴から落っこちてきたんだ。一緒に落ちてきたヒーターから逃げ回ってるうちにはぐれちゃって。そっか。じゃあさ、とりあえず私んとこおいで。お姉ちゃんも？今オメガモンと一緒に行き場のないデジモンたちを保護してるんだ。仲間がいっぱいいた方が安心でしょ。オメガモンってロイヤルナイツのオメガモン？すごい！会えるの？もちろん。おいで、会わせてあげるから。ねえ、この子たちは私に任せて。君は京子さんの代わりにしっかり探偵業こなすんだぞ。京子さんが不在の間に事務所の評判をガタ落ちにしちゃったら、後で地獄のコーヒーゼミだ。